不眠症でお悩みのそこのあなた、大丈夫ですよ。お部屋の温度を下げてみましょう。暑すぎたり風通しが悪かったりするなら、外気を入れるかエアコンの温度を下げるのもいいですね。布団をかけないで寝たり、足を出したりするのも効果的。寝る前に温かいシャワーを浴びるのもおすすめです。シャワーを浴びると体温が上がり、その後すぐに下がります。この温度差のおかげで眠くなる人が多いのです。でも長時間のシャワーは NG。 3分で十分です。30分お風呂で過ごしても、それ以上きれいになるわけではなく、ふやけてしまうだけですからね。一日のストレスを解消してくれるリラックス法があるんですよ。全身の力を抜き、まず顔に集中します。唇や舌も含む全ての筋肉に力を入れ、首、腕、他の部分も同じようにします。体の上から下に向かってやっていきましょう。一番難しいのは、もちろんあなたの考え出すと止まらない頭の中。今はリラックスするんだと脳が考えるように仕向けてみましょう。そのためには落ち着く場面を思い浮かべ、視覚化します。別のことを考えてしまっても大丈夫。心地いい場面に戻り、それに集中するのです。練習が必要かもしれませんが、一度マスターすれば簡単に眠れるようになります。他にも方法はあります。考えるなと頭の中で何度もリピートするのです。いずれ脳は諦めて考えるのをやめるようになるでしょう。え？考えるのをやめると大変じゃないかって？大丈夫ですよ。一時的なことですから。多分ですが、呼吸を見てみましょうか。心と体に集中できる呼吸法があるんです。まず舌先を口の天井に置きます。唇を少し開け、口から完全に息を吐きましょう。そして唇を閉じて、鼻からゆっくり息を吸い、頭の中で4まで数えます。そして7秒息を止め、シュッという音を出し、8まで数えながら音を吐きます。8まで数えながら息を吐きます。これをリラックスしたと感じるまで続けてみましょう。やめようとしなくても、ある時点で眠りに落ち、一人でにやめているはずですよ。ぜひ試してみてください。食べ物は文字通り全てのことに関係します。ある研究では、寝る何時間か前に炭水化物を食べると早く眠りに落ちることができるという結果が出ています。辛いものを夕食に食べるのはお勧めできません。ですので、一晩中起きてパーティーを楽しみたい時にだけ食べるようにしましょう。ところで、私は玉ねぎを食べるととても眠くなるんです。鎮静作用のあるアミノ酸が含まれているのがその理由です。夜食べたものは多くの場合、脂肪として蓄積されます。まず眠る1時間以内には何も食べないようにしてください。第2に、もし我慢できないなら、ブリンナーを食べましょう。ディナーの代わりにブレイクファーストを食べるという方法。チーズ、卵など普段朝食に食べるものにはタンパク質が豊富に含まれています。なので筋肉の補修をし、一晩で成長させられるのです。嬉しいですね。間違った通説をもう一つお教えします。カフェイン抜きのコーヒーってありますよね。実はカフェインが入っているんです。普通のサイズのカフェイン抜きの飲み物には 7mg のカフェインが入っています。対して普通のコーヒーには 70mg 入っているんです。確かに10分の1ですが、睡眠を妨げるには十分な量。普通のコーヒーの半減期は6時間ですので、体から排出されるまでに約12時間かかります。よく眠れないといい朝にはなりませんね。寝る前になんだか甘いものやジャンクフードが食べたくなってしまうというあなた、それは普通のことなので気にしなくても大丈夫。安心しました？チョコレートなどの甘いものは食べると落ち着きますよね。体もそれを理解しているんです。落ち着いているとすぐに眠ることができますから。ですがチョコレートはやっぱり寝る前にはやめておきましょう。カフェインが少し入っていますからね。カフェイン抜きの飲み物と同じように、たった何ミリグラムでも睡眠を妨げてしまうことになるんです。ああ。
コーヒーは寝る前に飲むのも起きてすぐに飲むのもおすすめできません。ストレスホルモンのコルチゾールはストレスを引き起こすだけでなく睡眠サイクルも乱すのです。コルチゾールが急激に分泌されるのは朝8時から9時の間ですので、その時間帯に飲む一杯のコーヒーだけで朝の不安を引き起こしてしまうことになります。コルチゾール値が一番低い時を狙いましょう。コルチゾール値は昼の12時から1時の間と夕方5時半から6時半の間に急上昇します。繊維質が豊富でヘルシーな食べ物は夜食には適していません。ブロッコリーなどは消化が難しいのでランチに食べるようにしましょう。体にしっかりと栄養を与えてくれます。柑橘類も不快感を起こすので NG。 就寝中は全てのデバイスの電源を切り、寝る直前に SNS をチェックするのもやめましょう。テクノロジーは不眠の原因となります。また寝る前にテレビゲームをすると眠りが浅くなり、テレビを見ると早起きになり、音楽を聴くと悪夢を見るということを証明した研究者もいるんです。夜にスマホを使う時間を短くすることでより長く眠れるようになります。全てのデバイスが発するブルーライトは眠りの質を上げるメラトニンの生成を妨げるのです。寝室には厚いカーテンが欠かせません。スマホやテレビなど光るものを全てオフにすることで部屋を暗くできます。ですが街灯も忘れないでください。夜明るすぎる部屋は過度な体重の増加を招く可能性があるという研究結果も存在しますからね。同じ研究でより暗い部屋で寝た人の方がウエストサイズが小さかったことも証明されています。それならエクササイズなしで痩せられますね。朝カーテンを開けることも大事ですよ。朝起きて一番にすることはベッドメイクではなくカーテンを開けること。たとえ曇っていたとしてもエネルギーが出るんです。そうすることで家ダニを防ぐためにシーツに太陽光と空気を当てることもできます。ベッドメイクをすぐして布団をシーツにかぶせると太陽光が当たらずダニが繁殖しやすくなってしまいますからね。真夜中に目がパッチリ開いて眠れないのであれば自分に問いかけてみましょう。本当に疲れているのかと。疲れていないなら次の日の計画を変更して運動を組み込みましょう。30分の運動を日々のルーティーンに加えれば体に疲れが出るので夜眠りにつきやすくなるかもしれません。就寝前に早歩きを10分行うだけでも OK。 夢を覚えてないってことはありませんか？練習によってはっきりした夢を見ることができるようになるんです。夢日記もとても効果的。起きてすぐ覚えていることをすべて書いてみましょう。私たちは何分かで夢のほとんどを忘れてしまうことが多いですからね。ベッドに入る前に今夜ははっきりした夢を見るとマントラを繰り返すのも効果的ですよ。そうすればそれを無意識に伝達することができ、夢を覚えているかもしれません。そして起床時間の2時間前にアラームをセットするんです。20分ほど起きていてまた寝ましょう。こうすると眼球が素早く動くレム睡眠に入ることができます。そして夢の中で意識のある状態になれるんです。これは最も深い睡眠の段階ですが、脳は起きている時と同じくらい活動的なんです。多くの研究でレム睡眠の間に夢を見ていることが判明しています。夜に質のいい睡眠をとるためには昼寝も重要。よく言われているものとは異なり、昼寝は夜の眠りを妨げることなくリフレッシュすることができるんです。大事なのは15分から30分にとどめるということ。これで眠さが解消できますからね。化学繊維のシーツはコットンのものよりも細菌がたまりやすいですし、自然の繊維のものの方が肌にもずっといいんです。枕や枕カバーも大事。高すぎず低すぎず、やはりコットン製のものにしてください。シルクだともっといいですよ。文字通りスベスベして滑るので肌にシワができにくくなります。枕カバーに擦れることがないので髪も絡まることがありません。そして絹を作る蚕の仕事を確保できるので感謝されるかもしれませんね。
ラベンダーの精油は不眠症に効く自然療法なんですよ。使い方はいくつかあります。寝る30分前に部屋に拡散したり、枕に何滴かつけたり、足や手首につけたり、はじめにアレルギーがないことを確認してくださいね。抱き心地のいいペットと一緒に寝ることはいいことのように思えますよね。ですが、そうでない時もあります。寝返りの際に叩いたり押したりする可能性があるので、睡眠の質に影響を与えるかもしれません。それにペットの毛がベッドにつくとアレルギー反応が出る場合もあり、肌にも良くありません。まあでも私にはそんなことをあなたに言う権利はないかもしれませんけどね。猫に蹴られてベッドから落ちかけたことがありますから。